お前さ、ファンクラブで言うのかもしれないから、ブランドに入るじゃん。29日金曜日に日本プロ野球、そして、我々ヤクルト、東京ヤクルトスワローズは、ここ神宮球場に、中日ドラゴンズを迎えて、開幕します。大変なシーズンになる覚悟は持って挑みたいと思っております。そして、今シーズンのスローガンやり返せ、この意味は、セリーグの他の5球団に勝つことはもちろん、皆さんの悔しい思い、我々の悔しい思いを一つにして、それも晴らす、やり返すという意味がこもっております。ぜひ、神宮球場に足を運んでいただき、そして、テレビラジオの前でまた温かい声援をいただき、皆さんでやり返せるシーズンにしていきたいと思っております。繰り返しになりますけど、また球場でお会いしましょう。そして、大変なシーズンになると思っております。覚悟して、挑むシーズンになります。皆さんで一生懸命頑張って、これからも温かい声援をもらえるように、我々も頑張ってまいりますので、この1年またよろしくお願いします。本日はありがとうございました。